皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。この番組は自然を自然に健康家族の提供でお送りします。今日は JR 中央線新宿駅から大久保駅までをお散歩。新宿はいいですね。思い入れたっぷりの街でちいさんもいつもよりハイテンション。好きだったですよ、ここでお酒飲んで騒いでるのが。人気のスポーツショップではお気に入りグッズをついついお買い上げ。僕もう欲しいと思ってたんだよ。あ、これ買おう。やばい。さあ、一駅散歩に出かけましょう。ビールだろう。昼間か、一人だけかよ。お散歩シーズン到来。疲れ知らずのウォーキングアイテムの登場。こんなの初めてですよ。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか？一駅手前で途中下車。見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩、水曜日の今日は一駅散歩です、今日の一駅は皆さん分かりやすいですよ。はい、新宿駅から次の大久保駅なんです。実はですね、なぜこう分かりやすいのに地図を書いたかというと、近くに新大久保という駅があります。今日歩くのはこの新宿から大久保の中央線の大久保駅までの一駅を歩いてみようと思います。都心の賑やかな駅の風景がよくわかります。はい、こっち行ってみますか。中央線は東京から長野県塩尻を経てなんと名古屋に至るという実に長い路線です。今日はその中でも各駅停車の電車が止まる大久保駅までの一駅散歩です。毎日たくさんの人が利用している新宿駅ですが、その数1日およそ360万人、世界で最も利用者の多い駅だそうです。バシ、はい、これはあの駅の前に久しぶりにこう新宿を見る方もいらっしゃるでしょうから、新宿駅の東口の風景をゆっくりいいところからこう分かるようにパンしてやってくれる、はい、そこが駅のビルで、これは皆さんこうパンしてくると地方にいらっしゃる方なんかもああって思い出すような感じがあるかもしれませんね。大きな欅の木が今葉をいっぱいつけ始めました。向こうにはあのアルタなども正面にあります。それで今度はこの細い通りの欅の通りの向こうも、これも昔とあんまり変わりない風景ですけど、はい、はい、では行こうか。はい、ちいさんやっぱり若い頃は、うん、新宿ってどうでした？やっぱり僕らの時も激しい力強いエネルギーのある街だったよね。好きだったですよ、ここでお酒飲んで騒いでるのが。どんなことでもこう受け入れてしまう強さがある街ですよね。はい、今もそうなんじゃないのかな。たくさん人が歩いてたり、この音もぜひとも撮っといて、はい、今ちょっと待っても、このオーガードの下の音って独特のガード下の音で、きっと映画の効果音なんかにも絶対使われてるところだと思うんで、今
ちいさんのみならず、この喧騒が思い出だという方もいらっしゃるでしょうね。イエーイ、新宿はいいですね。これは僕ら買って来ちゃうわけいかないですかね。来てもいいんですか、野球やんのに。誰が来てもいいんですかこれ。あ、もちろん草野球の時来てもいいんですか。ああ、こっち前お邪魔したよね、はい、ワールドカップのカップを見せてもらったよな、はい、いや、どうもまたお邪魔します。すごいな、今はちょうど野球がまた時期になって。そうですね。そうなるとまた野球のユニフォームなんか多いんですか。はい、とても日本のプロ野球今年は盛り上がっておりますね。盛り上がってますね、はい。一つお伺いしたんですが、はい、草野球で我々がこのみんなと野球やるような時に、はい、イチローのユニフォームなんか着てもいいんですか。もちろんいいと思いますよ。はい、そうですね、こういう感じでやってもいいんですか。もちろん。ああ、そう、絶対お似合いですよ。もう猛打賞ですね、間違いないと思います。そうなんですよ。じゃあそういう人もこれ、まあ、こういうネーム入ってるってのはどういう時に身につけるのかを聞きたかったの、一般の方は。なるほど、そうですね。おうちに飾っとくという方ももちろんいらっしゃるでしょうし、はい、こういうふうに T シャツ代わりに着て身につけて応援してるっていう方もいらっしゃる。そうですね。あ、いろんなものがあるんだね。いろんな種類のユニフォームだけじゃないんですね。ねえ、選手がプロデュースしているアパレルなんかもあったりしますね。ちいさんは野球見られる。僕はもう楽天の星野さんが僕ファンで、楽天今年は応援してるんです。楽天はそうですね、奥に。ああ、こちらは楽天ですね。ああ、いいですね。今年加入のリアンナ投手も、はい、ありますし、まあ、ゆうちゃんと投げ合った、そうですね、マー君も、はい、マー君ね、いらっしゃいますね。でもなんかこういうの見ると元気が出るね、はい、自然とスポーツだな、なんか返してくれるのは。そうですね、うん、少し元気になれたりするから、大いにやっぱり野球も、まあ、他のスポーツも盛り上がってほしいよね。そうですね、うん、そういう意味ではこのお店も頑張ってくれないとね。はい、名前言ってすみません。いやいや僕ね、楽天の帽子ってとこにあるの。楽天の帽子は今これ、ね、いいの買ってっても。もちろん大丈夫です。僕もう欲しいと思ってたんだよ。あ、これ買おう。やばい。あなたでした。また3回目、楽天頑張りますから。はい、はい、はい、どうですか、兄弟星野と共に歩んでいきたいと思います。人がいっぱいいる。あら、なんでこんなみんな急いでるんだろう。そろそろ休憩タイムですか。線路沿いに喫茶店が。で、通り過ぎてません。おお、これは何ですか。焼き鳥。いいね、焼き鳥屋さん。ちょっと食べよう、休憩タイムしようか。はい、ビールは飲めないけどね。そうですね、焼き鳥食べようか。ちょっと焼き鳥を10本ほど、はい、そうですか、喫茶店よりも焼き鳥ですか。確かにそちらの方が新宿らしいかもしれませんね。というわけで今日は焼き鳥屋さんで休憩タイムです。
まあ今日それぞれもうどうぞ。いただきます。あ、おいしい。ビールだろう。昼間か。焼き鳥だけかよ。すいません、お水です今日は。マシュアド、新宿って君はどんなイメージある？僕は専門学校が新宿駅から歩いて20分ぐらいのところだったんで、うん、学校帰り毎日のように新宿で遊んでました。やっぱり新宿落ち着いた？来ましたね。なんか田舎の人って多分新宿落ち着くと思うんですよ、うん、要は新宿も田舎の人しかいないというか、うん、あんまり東京生まれの人。そうね、新宿でこうその辺歩いてる人に聞いてみたらみんな距離を持ってる人っていうようなイメージの街だな、はい、映画人でもテレビでも こういう仕事をしてる人間は必ず新宿で飲まないと一人前じゃないみたいな世界があったから、新宿で雑踏の中で飲むっていうのがなんかこうこの世界で生きる一つのやり方だったかもしれんな。この路地の先が駅なのですね。何の神社ですか？お稲荷さんです。お稲荷さんですか？お参りする？昔と変わんないな、ここは。到着ですね。はい、到着です。大久保駅の開業は明治28年。地名の由来は様々ですが、周辺の地形が大きな窪地だったため大久保と呼ばれるようになった説もあるそうです。まあ直線にしたら 1.1 キロちょっとだと思うんですが、かなり歩いたような気がします。高層ビルと、それとも新宿独特のこの雑多な街並み、人の多さ、相変わらずです。元気な街、新宿の一駅でした。電車とともに歩いてみると線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか？散歩の前にコツコツ10秒体操。今週はお腹引き締め体操です。両腕を伸ばし、手のひらは外側に向け、上体を前後にねじります。両肘を伸ばして行ってください。心に残る風景を訪ね歩く昭和散歩。あの人気の昭和散歩が本になって好評発売中。お近くの書店でお求めください。